どうも、しおみんでございます。本日6月の23日でございます。朝のね、もう9時55分チェックインギリギリまで、ホテルにいました。っていうのもね、朝6時には起きてるんですけど、6時に起きてて、ビデオの編集とかもしちゃってたんで、こんな時間になってます。今日はね、ちょっと今ね、席なので、席のね、ファイザーミュージアムかな、ちょっとその辺ちらっと見てですね、今日はね、主にはね、養老の方に行こうと思っております。あ、プラプラ行きたいと思ってます。それでは4日目もよろしくお願いします。それでは、はい、関テラスってところに着きましたね。席になんかモネの池みたいなのも書いてあるんですけど、割とねしょぼそうなんですよね。それに片道席の市内から30キロぐらい、往復60キロかけて行く意味があるのかな、どうなんやろと思いながらやめました。はい、とりあえず、岐阜関刃物会館、刃物会館でテンションが上がって買っちゃいました。ホールディングナイフですね。はい、ちょっとお見せしますね。じゃん、はい、こんな感じ。アウトドアでね、ちょっとしたものを着るのにね、やっぱりちょっと欲しいなと思ってたんですけど、それでちょっと小さいものとかですね、人参ぐらいは切れるんじゃないかなと思います。はい、これでちょっと調理をしていこうかなと思っております。長良大橋東って書いてありますね。はい、ここを右に曲がります。はい、どうも、今12時58分養老天明反転地、あれね、の駐車場に到着しました。この辺の近くにね、養老の滝もあるみたいで、歩いて行けるのかどうなのかっていうのがちょっとよくわかんないですね。はい、はい、展望台があったんでちょっと登ってきました。すごく緑が豊かなとこですね、これ。
手をきれいにしていってください。伊能の滝登る時の道と似てますよね。ほーら、もみじ今青森虹っていう感じでしょうかね。